ールドカップもまたファイナルに向けて着々とその歩みを進めています。今日の試合の実況は西岡明彦、解説には岡田武史さんをお迎えしています。岡田さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。キックオフの時間となりました。遠藤のインターセプト、松井のパス、長谷部、大久保、このヘディングは浮いてしまいました。注目の大久保です。中盤でチャンスを伺っています。ビリッチが寄せていった。これはパスミスになった。抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますよ。PK が指示されています。ついていましたね。試合は早くも先制点、立ち上がり6分、得点が生まれました。パンテリッチに注目です。ヨバナビッチ、動き回ってパスを取りました。長谷部、松井、客席は落胆の雰囲気に染まります。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ルーズボールになった。ヨバナビッチ、麻酔、ここで絡んできます。自陣でボールを持ちます。そのまま返します。フィジカル勝負ではやはり厳しい。スローインからゲームは再開です。ジギッチ、コースにはディフェンスがいます。スタンコビッチ、松井大輔、スルッと上がってパスをカットしました。このパスはダメでした。通りません。あっとこぼれた。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。パンテリッチ、コラロス、ヨバナビッチ、長谷部、後ろからボールを回しています。松井、タッチラインを割りました。スローインです。ジギッチ、大久保、狙っていった。
くにはいい。ここから伺う形です。さあハンテリッチです。ジギッチどうなる。このシュート入りません。これは決めないと。松井日本 PK を獲得しました。 PK です。また PK、 なんとも流れが悪い。再び PK を与えてしまいました。ピッチに入ります。外しました。もったいないことをしました。相手に渡ります。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。これはパスミス。長谷部ボールは再び足元へ。ここで失ったら危なかったですよ。イバノビッチ、慎重に攻撃を組み立てています。ここでのファール。キーパー弾く。攻撃に移りたい。この動きが長谷部です。読まれていたか。攻守の切り替えが大事です。慌てません。ここで上がりを待ちます。松井コーナーキックは日本です。こぼれた。しっかり読んでいた。大久保ボールをダッシュ。寄せが早い。イバノビッチ体を当て、使います。ボールを取った。ファールです。主審の判断はどうでしょう。イエローカードが出されました。現在1人少ない状況です。様子を見つつサムの選手も厳しく詰められる。サムの選手がピッチに向かいます。中盤でボールをもらいます。長谷部パスがよくつながっています。本田チャンスの匂いのするパスです。いいクロスを入れたい。パスをこの位置で防ぎます。注目の大久保です。クロスを出した。ディフェンスがボールをクリア。
中盤で動きません。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。さあここは本田圭佑、視線が中にいった。さあ出すか。思い切りよく飛び出して見事にセーブ、止めています。タイミングがバッチリでしたね。前線にはまだ行きません。じっくりと行きます。審判試合を止めます。ファールの判定でフリーキックです。そういうことでしょうね。コーナーを取りました日本。このボールはどちらが取るか。ここで大きく前に出します。本田圭佑がプレーに絡んでくる。後ろからチャンスを伺います。いい形を作りつつあります。本田圭佑ギリギリのところに飛び込む。パンテリッチ、ここで前半終了です。早い時間で退場者を出してしまい苦しい状態。どんな点に気をつけなければいけないでしょうか。岡田さん、コースの切り替えて全員で守る、これを徹底することです。後半キックオフです。現在リードしているのは日本。後半の開始です。長谷部、ミラン・ヨバノビッチ、さあゴールの方向を向きたい。キーパー飛び出して見事ボールを奪いました。勇気ありました。まだあります。つながります。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ボールを取り返します。相手とボールの両方、ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。ボールはディフェンスがクリア。後ろでじっくりとキープします。いい形でゴール前まで持ってきました。どこで仕掛けてくるでしょうか。じっくりと持ちます。大久保、パスがよく走っています。突破を許しません。交代です。得点を取りに来たということでしょうか。飛んだ中に人は、このクロスはディフェンスが処理します。ボールへの寄せが非常に速い。大久保、日本のコーナーキックになります。
中央で様子を伺います。トシッチ、ヤンコビッチ、ルーズボールになった。すぐ攻撃に切り替えたい。よく効いています。長谷部、ゴールキックからの再開となります。じっくりと組み立てます。本田圭佑がプレーに絡んでくる。ブラニスラフ・イバノビッチ、スタンコビッチ、シュート。イバノビッチ、スタンコビッチ、ヤンコビッチ、トシッチ、あっとこぼれた。本田圭佑、このボールはキーパー。そうですね、突破しました。これは来た。しっかり潰す。カットします。ボールを失った。さあここは本田圭佑、長谷部、大久保、コーナーキックは日本で。選手2名ピッチに向かいます。シュートに行けるか。止めた。ボールが転がる。圭佑がプレーに絡んでくる。後ろで回します。どこで仕掛けますか。これはパスカット。ゾラン・トシッチ、ヤンコビッチ、キーパー、安定したいい動きですね。つながった。回ってきた。まだあります。このボールはディフェンスに弾き返されます。キーパー反応した。ボールを弾く。
連携です。これで決まりだ。このクロスボールはディフェンスがクリア。この時間でもガツガツいき、試合が楽になるんですけどね。まあ外すつもりで言ってるわけじゃないので攻められはしませんが、周りの動きをもう一度確認したい。取り返します。うまくやりました。ディフェンス落ち着いていました。展開です。決まるか。このシュート弾いた。入るか。キーパーキャッチします。いやーこれも止められちゃうんだからね。素晴らしい出来ですよ。歓喜の輪が広がっています。お題はいかがでしたでしょうか。皆様とはそろそろお別れとなりました。実況は西岡、解説は岡田武史さんでお送りいたしました。では皆様さようなら。